こんにちは、こんばんは。今日もココ VR ご覧いただいてありがとうございます。バーチャルココです。2個目のワールドデンジャラスクロスウォークから動画をお届けしております。皆さんご存知のデンジャラスクロスウォーク、毎日毎日改変しております。毎日通ってくださっている方はその変化に気づいておられると思いますが、まず何が変わったかというと、ポスターが若干微妙に変わっております。ポスターを毎日毎日1枚ずつ、以前作った時はちょっと重かったポスター、スタッフが軽量化しております。この子を探してくださいと、これがこのワールドの大きなテーマでもあるんですけれども、私が VR に招いたココファミリー1期生の方がこのワールドを作り始めた時ぐらいから、ブチ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 とうるさい方が何名か出てこられて、行き方がわからないから矢印をつけてくれということで矢印をつけたんです。泣く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 矢印をつけたんです。探す楽しみないじゃんねと。でビルの上に行けないからテレポートで行く、頑張っていくから楽しいという、全部外させていただきました。はい、口は出す方はそんなにいかないという、もう思いつきで、これからはあまり人の意見に左右されずに作りたいものを作っていって、心を込めてちょっとでも軽く作っていけたらと思っておりますので、誰に何と言われてもたにやかしません。もう、はい、たにやかしません。もう矢印消しましたので、ご自分で探してください。探す楽しさです。はい、ダメよ中高年探す楽しみとかがなくなったら、はい、どんどん認知能力落ちるわよ本当に。 VR の世界ぐらいは、はい、楽しんでくださいということ。私はね、VR に来てから老眼が治っちゃったんですよね。ちょっと今日辛いなと思うでしょう。VR 来て次の日ね、絵を描くと老眼軽減されてるんですよね。なんでだろうこれ。そういう方結構いるの。そういう方結構いるんです。当初ですね、この辺にココクマを見つけてくださいポスターをね、いくつもいくつも貼ってたんです、はい、もう今来られてももう当初のチラシとかどんどん変わってますので、もし公開当初に私いっぱい写真撮ってました、画像保存してますっていう方はラッキーです。ワールドというのは日々変わっていくので、同じ姿が改変してしまうともう前の姿が見えない、それがワールドですので、この辺にココクマ探してくださいのポスターもありませんし、もう大きくいろいろと変わっております。間違い探しをするように見つけてください。そして変わってる点がもう一個ございます。ここにですね、真ん中のここに霧があったんですが、ご覧ください、まるでバスクリーンのように金色というか黄色の雲海、霧という霧とそういうのに変わっております。わかりますか、この黄色の感じ。なんだかここに来るだけで金運が上がりそうな。デンジャラスクロスウォークは別にお金金ランドでは金色ではなく黄色だったんですけれども、多くの方から金色ですかみたいなお言葉をいただいておりまして、はい。そしてここもね、ここはご自分でね、この積み木を、これも当初散々登れないと、こうやってここをねご自分で、今度またグライダーつけるので、今度はグライダーで行けますので、自分で登りたい方はここで、これがね、1段ずつこうやってやることで1段だけ登るという練習をするんです。これで VR 用意の訓練になります。1段だけ登ると、わかります、1段登ると、わかります、この感じ。はい、この練習、ここだから、ここのアスレチックコースは VR 用意の練習というか
あとまたグライダーつけますのでね、今度はグライダーで、あら、弾かれますので気をつけてください、あまりこう。はい、今日はここまで来れたなとかさ。はい、と。もうすぐここね、電車かバス走りますよ。そして、空をスーパーマンのふりをしたココクマ飛びますよ。いろんなことがこのワールドで繰り広げられます。大幅リニューアルです。もうすでに変わっておりますが、もう毎日毎日です、更新しております。どこかが毎日少しずつ変わって、約1ヶ月から2ヶ月でガラッと変わってしまいます。毎日変わっております。毎日です。なので今日この様子は今日の夜にスタッフがまた書き換えますので、この状態は今だけです。そう思っていただけたらと思います。なんか指名手配の怖いおばさんの写真もありますので、私はどこでしょうか。わかりますか、私どこでしょうか。どこですか、私は。このワールドは当初かくれんぼを想定しておりましたが、すべての建物に入ることができませんでした。ですがこの度、建物に入っていただくことができるようになりました。何もありませんが、空っぽですが、このように、このように、このように店舗に入っていただくことができます。シャッター商店街、日本でもかなり問題になっております。現代社会が課題としていることを詰め込んだこのワールド。この金ピカの感じ。資本主義が悪いことだとは思いませんが、資本主義だけに走った人間は愚かです。そしてこちらに何やら？こちらに何やら？おや？おや？嫌いな人を消す方法のポスターがあります。こんにちは、こんばんは。この店舗の中から皆さんを見ておりました。こんばんは。デンジャラスクロスウォークのワールド、毎日毎日少しずつ変わっております。大きく変わったところをご覧ください。昨今環境問題が取り出されたされて言えてませんが、取り沙汰されておりますが、このようにちょっと黄ばんだ雲なんかを入れましたが、なんとこの雲、あのビルの上から見ると雲海が大きく広がる感じなんです。いったんジャマルさん、コワさん、キングママさん、ハリさん、ミューチンさんと、カズミさんと、はい、それからもう一個、もうここに映っておりますが、何か追加されたものがありますが、分かった方はいらっしゃるでしょうか。もうこの画面のどこかに映っております。分かった方はいらっしゃいますでしょうか。あら、タップありがとう、ハートありがとう、クラッカーありがとう、ニコニコマークありがとう、いっぱい飛んでおります、コメント欄にありがとう。何か映っているの気づいた方いますか。そうです、グライダーでーす。向けた方に飛ぶという、酔いやすい人もこのグライダーは酔わない、不思議なグライダー、不思議なグライダーです。夢がありますよね。それでは皆さんと一緒にデンジャラスクロスウォークの空の旅行きたいと思います。今まで空から見ることができなかったデンジャラスクロスウォーク、この視点で見ると全然違うワールドです。行きまーす。どうですか。ビルの建物もコライダー抜きましたので中に入ることができます。そして地下に降りていただいて、地下のビル群を、ビルの上からの風景もご覧いただきましょう。あっという間に屋上に着くことができます。
雲海がすごいです。ご覧ください。ビルの奥には雲海が見えます。まるで雲海の中に浮いてるような体験をしていただけます。でもうっすら下は透けます。どうでしょうか？グライダーがあれば、空に雲海を作ることでビルの上に乗ると、まるで雲海の上に自分が、当時はこの技術がなかったので、この風景を皆さんにお見せすることはできませんでしたが、ひまわりのワールドでこの技術を手に入れたスタッフ、早速デンジャラスクロスウォークのワールドにこの技術を取り入れ、雲海の中から下を見るようなそういう体験をしていただくことができるようになりました。だからここまでグライダーを持っていれば、なんかあっても大丈夫なので、ひょんとトントントン、あれ？あんなとこにココクマがいた！と。そしてこのビルの中にはもう入っていただくことができるので、店舗の各店舗の中には入っていただくことができるので、はい。ここ不動産屋さんですね。そしてここにココカフェ、ココアトカフェありますけど、ココカフェあります。ココアトじゃない。ココカフェありますけど、ここは、臨時休業のお知らせ。人手不足のため、スタッフ随時募集中。人材が確保できるまでお休みさせていただきます。当店カフェギャラリーです。鍵をかけておりません。自由にお入りください。ここ入るとギャラリーです。実は、黄色い絵が。なので、各店舗、入っていただくことができます。そしてゴールがわからない方は、この、カフェが目印です。カフェの横の道を進んでください。カフェの横の道を進んでいただくと、ここ行き止まりじゃないんです。ここに降りる階段があります。絵が飾られておりました。デンジャラスくんの絵が飾られておりました。働きますか、ジャモルさん。ここを突っ切ると、デンジャラスの絵の世界をそのまま立体で表現したお部屋。デンジャラスクロスウォークがあります。グライダーがあれば乗ることも簡単です。このワールドは私が愛犬を亡くして、スタッフも私も悲しみの中で作ったのを今でも思い出します。夕焼けの中をリュウ君を散歩していると、リュウ君の毛が黄金色に輝いたのが今でも忘れられません。デンジャラスクロスウォークの色を統一したのもあるんですけれども、このワールドは愛犬の毛が金色に輝いた色をワールドで表現している、そういうワールドでもあります。ぜひ一度お越しください。どのお店も入っていただけるので、かくれんぼもしていただけますし、グライダーを使ってこんな感じで、ビルの間を飛んでいただくことも可能です。キャーわーすごい困った顔になってる。わー皆さんも来て空飛んで。雲の上だったらこの感じ。雲の下ならこの感じ。雲の下と上を飛行船に乗るとこの感じです。飛行船の羽の上に乗ってみましょう。わーい。羽、お花の形。グライダーがあればどこでも行けます。なので、デンジャラスクロスウォークのそのものの感じとか色合いはすごく私も大事にしているので、大きくは変わっておりません。今回はグライダーを足しましたけれども、今度この空をあの飛行船がゆっくりと漂ったり、電車が空を飛んだり、よりデンジャラスクロスウォークのワールドを楽しんでいただけるアイテムが足されていきます。
雲の中に入ったらこの感じ、雲の中に入るとこの感じ、雲から出ると雲です。あの雲の中、この雲の中は森になってます。ワクワクしますね。楽しいです。このハイジの雲がいっぱい飛んでるので、これは私がこの幼少期の頃に見たハイジの雲がモチーフになっています。大きな生クリームのような。宝探しは、宝探しもあります。ジャマルさん、あれ、ここはさっき来たとこでしょ、どこ。そう、雲の中にね、世界観作ってて、あとは今作ってるのはもっと宝物をいっぱい散りばめて、それを全部見つけられた人だけが行ける世界を一つ作っております。来ました。ここは南の島なんですけど、ここのカプセルを出ることができるので、カプセルを出てデッキからデンジャラスクロスウォークを見てください。こっから見て、このデッキわかる？ここがドームね。ここが、ここの壁を突っ切ってゆっくり突っ切ると、ここから見たデンジャラスクロスウォークの形、一番綺麗です。ひし形にだ、ダイヤモンドの形になってて、一番綺麗になっております。はい、これもグライダーで来れるので、ぜひグライダーでお越しください。ドームから、外から見るとドーム丸見えなんです。こっちから見るともう雲です。雲を入るとこの感じ。ぜひお越しください。途中経過、まだ完成じゃないです。これから宝物を隠したりとか、さらに大きな町になっていきます。途中経過を見れるのはココファミリーだけです。お知らせ、この動画を見てる方のみです。なので、ぜひグライダーのついたデンジャラスクロスウォーク来ていただいて、この黄金色に輝く黄色い街を飛行してみてください。全体でアート作品、 VR インスタレーションという、まだ世の中にここしかないカテゴリーです。あ、こちら両方開閉しております。PC 版、クエスト版、Android 版、すべてもうグライダーついておりますけど、Android の方はもしかしたら飛べる。あ、Android の方もグライダー飛べるけれども、高く飛べるのはクエストの方と PCVR の方になっております。飛びに来て来て来て、楽しいよ。グライダーを不思議と酔わないんですよね。グライダー不思議と酔わないんですよね。めちゃくちゃ気持ちいいです。こんな体験できるなんてね、VR ならではですよね。危険なく安全に。うん。ぜひ来てください。